こんにちは。第6回シューマンのトロイメライの簡単版です。今日のところはこの部分です。ではまず右手ですが、前回このミのフラットで終わっていました。今日はファのシャープ、ここですね、レド、シのフラットレ、ソラ、シのフラットラ、ソを親指でやって押さえたまま小指に変えると次に行きやすいというふうに書かれています。レ、シのフラット、ここまでです。ではもう一度右手、ファのシャープ、レ、ド、シのフラット、レ、ソ、ラ、シのフラット、ラ、ソ、レ、シのフラット。左手は前回この例で終わっていました。ここのファのシャープ、ソ、ミのフラット、レ、ソ、シのフラット、ド、シのフラット、レ、ソ、ラ、ソ、ここまで。ではもう一度左手ですが、ファのシャープ、ソ、ミのフラット、レ、ソ、シのフラット、ド、シのフラット、レ、ソ、ラ、ソ。では両手ですが、まず右手のファのシャープから始めて、次、右手がレに行くときに左手のファのシャープ同時に。次、右手だけがド。次、同時です。左手がソ、右手がシのフラット。次、右手だけがレ。右手だけがソ。その後、同時で左手がミのフラット、右手がラ。次も同時で左手がレで、右手がシのフラット。次は左手だけソ、左手だけシのフラット、そして今同時、左手がドで右手がラ、同時です。次も同時です。左手がシのフラット、右手がソ、次左手だけがレ、左手だけがソ、次の音同時です。左手がラで右手がレ、次右手だけがシのフラット、その後で左手だけがソ。ちょっと複雑ですね。もう一度やってみます。右手だけ、次同時、右手だけ、次同時、右手だけ、次同時、次も同時、左手だけ、次同時です、次も同時です。シのフラットとソ、左手だけ、次同時です。左手がラ、右手がレ、次右手だけがシのフラット、その後で左手がソ。ではもう一度、では少し前からやってみます。前回の第5回のところからやりますね。そして今日のところです。
ところここまでで、次回は第6回を終わります。ご視聴いただきましてありがとうございました。